はい、えー。おはようございます。ヘンです。今日も YouTube よろしくお願いします。ということで、まず最初にちょっと、あのー、ご指摘もあったんですけど、昨日のサムネ114円割れになってて、それ間違いじゃ、115円割れじゃないのっていう間違いの指摘だったんですけど、あのー、その通りでございます。間違いだったんですけど、まあ、ただ実は、あのー、予想のところで、ま、ああのー、 ドル下落すするっていうことですあの一応114円の80あたりが昨日のピボットのあたりなんですけどそこ重かったら下という感じなんで、まあ、114円割れるぐらいまでは下落するかなっていうふうにそんな予想してたんで、まあ、114円割れっていう結局そこの予想でその理由は、まあ、こんな感じでドル下落するかもねっていう。 そういうストーリーを話したかったんで、まあ、そのまま置いといてもよかったかなという感じですね。なんかそのサムネのインパクトだったのか、昨日はちょっとあのー、視聴者の方が増えたような感じがするんですけど、まあ、一応、あそこは間違いだったんだけど、修正しなかったのはそういう意図がありましたということをご説明しておきます、最初に。<laughs> はい えー、ということで、昨日もちょっと株価下がって、えー利、利回り低下という感じだったんですが、まずは昨日発表された卸売物価指数ですね。これね、卸売物価指数がこう、低下しましたね、昨日。えっ、ー、と、こちらはね。えっ、ー、と、まあ、全体の数字で言えば9.8から9.7に低下。えー レスフードエナジーのところは6.9から6.9同じなんですけどこれ見ますとそうです、ね、最終需要向けサービスというのが 1%, 1の上昇から0.2%の上昇レスフードエナジー、まあ、変動が激しいものを除いたものは0.8から0.4の の上昇ということで、まあ、食品とか、えー、っと、はマイナス0.6、エネルギーとかマイナス0.3ということで、まあ、これ、久しぶりに低下したということなんで、まあ、そこら辺もちょっと、おぉ、米国の利回りの低下に影響したのかなという感じがします。まあ、ここちょっと見えないですね。こんなん感じになってます。まあ、あの、消費者物価指数のとこも、エネルギーとか、フードとか低下してたんで、 まあ上昇はしてましたけど、上昇率がこの低下してたんで、まあそこのところは11月、12月のところは低下したなというところがあるんですが、またちょっと原油価格とか上がってますんで、この傾向が続くかどうかっていうのはちょっとわかんないですね。ただ、若干一服してきたかなみたいな感じがあって、あのー、 まあ、あのサプライチェーンのところも若干改善してきたかなみたいなことを大統領経済諮問委員会のラウズ委員長は、えー、言ってましたね。うん、あとは、えー、新規失業保険申請件数これちょっと増加、まあ、ここのところずっと下がってて20万割れたてたんで、まあ、若干増加したかなというところなんで、えっと、これはえー 前月20万7000から23万ということで2万3000に増加ということでここはちょっと、うんま、注意するってことでもないんですけど20万23万ぐらいっていうのは、えっと、まあまあ少ない方なんですけど、えっと、やっぱりオミクロンの影響で若干労働市場が、うん、少し。 雇用があのー、スローダウンしてる可能性というのはあるかもしれませんね。うんまあ、す。ごくこれがあのー、注目されたっていうわけではないんですがまあ、そんな感じです。あと、昨日やっぱりかなり各チン、えー、地え、築錬、銀総裁、ブレなど frb 副議長の議会証言ということで、まあ、そこら辺でタカ派的な。 えっと発言が出たんですが、これはもうすでにパウエル FRB 議長の発言を聞いていれば、それをみんなフォローしてきてるっていうところがあるんで、それほどそれ自体がものすごく影響して株価が下がったというところではないんですが、あのかなり皆さん、やはりそれなりに高的な動きになったかなという感じがします。まずフフィィラデルフィア連議のハーカーカ総裁ですね、まあ、こちらは3月にも ゼロ金利政策を解除してインフレ抑制に向け年内は少なくとも3回の利上げを実施する必要があるということを言ってますねあとサンフランシスコ連銀のデイリー総裁 これの方は勢いの取れない高インフレ全ての指標で労働市場の好調さが示されていることを踏まえ3月の利上げは妥当という認識を示しましたあと地下5連銀のエバンズ総裁、まあ、こちらも2022年の利上げ回数を3回というのは初期予想として妥当な認識を示したがインフレが十分か依然しない場合は4回になる可能性もあるということで、まあ、ここで初めて4回ということを 指摘し出しましたよね。 で、まあ、ブレイナード理事、えっ、ー、と、上院銀行委員会で副議長承認に関する公聴会を開きました。まあ、ここで、えっ、ー、と、現在の景気拡大継続に向けて、えー、40年ぶりの高水準であるインフレ率を抑制することが FRB の最重要の責務ということを言ってますね。で、インフレ率を2%に戻すことを重点に置いている、これが、えー、我々の最も重要な責務ということで、 3月に想定されるテーパーリング終了次第 FRB は年内に複数回の利上げを開始できるということを言及しましたということですね。まあ、ここら辺、皆さん、えー、とデータ次第ということをもう言ってるんですがやはり3回から4回の利上げを示唆するような発言をしたというところです。あと、リチモドレンド連銀のバーキン総裁も。 利上げの時期とペースはインフレ動向次第、インフレが高止まりすれば積極的に動く必要があるということを言っていますね。はいまあ、ただ、ここら辺は先ほど申し上げたように、パウエル FRB 議長の発言を踏襲するものなんで、 これ自体で、えー、特段の動きがあったのかなという感じはしないんですけど株価は結構落ちましたねという感じですよね。うん。はい。まあそんな感じがしました。で、えー 金利の方から見ていきましょうか、2年差利りまり、まあ、ちょっとまだ高止まり、0.89%高止まりしてるんですが、まあ、若干、えー、昨日からは、おとといからは低下してるという感じですね、10年差利りまり、まあ、10年利回り、まあ、長いところは低下してきてますよね、1.7%ぐらいまで低下してるんで、やっぱり全体的に金利は低下しているのかなという感じがします。 あとは、そうですね。あの、株ですね。えー、と、ドンと。すいません。ちょっとこれが。えー、と、そうですね。昨日、SP501.4% の下落、ダウが0.49%の下落、ナスダックが2.5%の下落ということで、やっぱりこちらでも、 日本もそうなんですけど、グロースが、ね、かなり売られてるということで、えー、グロースから、えー、とバリバルに資金がシフトしている部分もあるのかなという感じがします。まあ、ちょっとラッセル2000、小型株は昨日下落は下落した,落したんですけど、0.7%の下落ということで、えー、他に比べると、うん、それほどでもなかったかなという感じがしますね。 うーんフェードの人たちが話したこともやっぱり影響したのかなっていうのはここのよ、まあ、部分であのグロスが、えっと、金利が上がることによって、えー、下落しやすいんですけど昨日は金利低下してますからねあのむしろリスクオフの,あの株安、金利安、 円高ということでリスクオフの典型的な動きになってき,きてますね。ちょっとここのところ、えー、と金利の動きと為替の動きとか金利の動きと株の動きが少しちぐはぐな動きになってきてます。 ただ、えー、と昨日に関してはリスクオフの株安、円高あ低、金利低下というのがあの教科書通りの動きだったのかなという感じはしますね。あとはアメリカ、来週からやっぱり本格的にあの決算発表があるんで、14日から JP モルガンとかシティとかウェルズハゴとか大手金融機関の とかえー、テクノロジー株の発表決算発表があるんで、まあ、ここら辺が、えー、を前にして利食いの売りが出てるのかなということがありますよねあと、まあ、リフニティのデータによると第4四半期は第1第3四半期に比べてえーえー、と 利益の伸びが鈍化するっていう予想はあるんですけど、それでも22.4%の増加が見込まれるというところになっています。昨日 TSMC、台湾、あの,ーのえー、とセミコンダクターの決算、悪くなかったですけどね、よかったですけどね、まあ、それでもやっぱりハイテク株の下落には歯止めがちょっと今のところかかってないなという感じがします。えっ、ー、とおー フォードがなんか強いんですよね。EV シフトということを、あのー、してかなり久しぶりの、えー、最高値、高値ということで25ドル。た,ただ AMD とか、えー、っと、Apple とか、まあ、ここら辺、やっぱり下落していますよね。あと、まあ、アメリカンエアラインは上昇というところなんですが、 えっとまあペドログうブラスとか、まあここら辺エネルギー関連は強いですよね。エヌビディア、マイナス5%、まあ。ここら辺はやっぱりハイテク株だめですよね。えー、バンカーメリカ、マイナス0.2。うん うんそうですね、まあ、こんなテスラもマイナス6.75%ということで、やっぱり総じてハイテク株良かったというところかと思います。で、えー、っと、どれね、やっぱり落ちましたね、ちょっと一瞬110円割れ。えー 瞬ゲーぐらいの感じであったかなという感じなんですけど、戻りが113の80が今日、デイリーピポット。まあ、これを抜けられないようだと14円を挟む動きになるのかなという感じがします。ただ、ちょっといいとこまで落ちてきたかなという感じがするんですよね。一瞬、うーん、まあ、ちょっと急ピッチに落ちたんで、 ここですよね、あのーまあ。メルマガの方には書かせていただいたんですがやっぱりここの114円のこの月間のピポットのところを今下抜けしてきてるんですがこの下には一目均衡表とか75日線とか来てますので、まあ、113円の7080は一回止まるかな ただ、えーと、ここ抜けちゃうと、月間サポート一の百十三円の三十四十ぐらいまでの下落。あるんですけど、まあ、そこを今日は百十四円を挟む攻防戦がどうなるか、っていうところだと思います。まあ、東京は、えー、と今日は SQ あるんで、株価の動きも注目なんですけど。えー、と、おー ユーロも上がったんですけど昨日、上値が重かったということで、まあ、やっぱり1.15の手前あたりはここあのサポートし1.1520あたりが、ね、サポートしてたところを下抜けしたんで一方でこのレジスタンスになってた1.138090を抜けましたねという話をしたと思うんですけど昨日やっぱりのリスクオフの円高だったんで あのあんまりドル高というよりはここはあのドルあドル安というよりはまああのドル安がちょっと一服したというかユーロなんかも売られてしまったという感じですねポンドも少し上値をつけて、えー、落ちた感じがしますねまあ、短,短いところ見ておきましょうかうんこんな感じで今日でリップポット1.3720、えー、ぐらいですねユーロドルは、えー デイリーピポットあたりですね1.14の60ぐらいですか、うんまあ、ここを中心に1.1435から80ぐらいかなと5ドル5ドルも売られちゃいましたということで0.73台維持できなくてちょっと落ちたということでこちらもデイリーピポットの下ということでそう考えると 線線弱いのかな株価次第ですねあの黒線確かに弱いんですけど、今日の東京の株価、まあ落ちる、あの昨日のニューヨーク受けて、落ちるは落ちるんでしょうけど、それほど先物も,も落ちてない感じがするんで、まあ S q 挟んでどうなるかという動きだと思います。ポンド円もこんな感じですね。大体みんなデイリーピフットの下にちょっと位置してるんで。 ここを上抜けできるかどうかというところかなという感じです。はい。えー、っと、今日、そうですね。今日は、うーん中国の、まあ、貿易収支とか、えー、英国航行業生産とか、えー、GDP とかありますよね。う,んうん、うん。あとはアメリカが、うーん、小売,売上げ高。 高校行政さんというか、まあんまりあまり関係ないかなと今の流れからするとあんまり関係ないかなっていう感じはしないでもないんですけどね。はい,、まあ、そう,いうことで今日は東京をまずは S q 株の動きどうなるかということでとリスクオフの円高が続くのかどうかっていうところを見ていきたいかなと思います。 えー、この動画良ければいいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃればチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、えー、明日資産、えー、あの運用エクスポで、えー、と話します。10時からなんですけど、まあ、あの前回の2015年の時の利上げが、えっ、ー、と、利上げ局面にありましたよね。うんその時 ドルがどう動いたかみたいなお話をしていこうかなというふうに思っています。はいえー、ともし、シサミオエクスポいらっしゃるような方がいて、会場、もし、演奏いたら声かけて、えー、いただいて全然結構なので、えー、もしそういう方がいらっしゃれば、えー、お目にかかりましょうということで、皆さん頑張りましょうね。はいえー、また後ほど。